トロス。あ、本当だ。可愛い。とても可愛いね。あ、本当だ。かわいい。上にこのレールがあると好きなところを考えるからいいね。美味しい、よかった。美味しそう。ふわふわしてて美味しいね。頬張る感じ。美味しい。うん。生地だけでも美味しいですよ。うん、はい、だからメニューの生地だけって、うん、ちっちゃい子
コってあんまりクリームとかまだ食べないと思う。ちっちゃい子は食べないと思う。それだ。うちの子のクレープ特に苦手なんで。うーん。クリームとかも苦手なんですよ。ちっちゃい子はあんまり食べさせてなかったんで。すごいすごい。もうちょっともクリーム蜜だから蜜が出たんですね。食べるのに気づかなかった。すいません。ちょっとお借りします。どうも使ってください。ああ、食べるのに夢中で。ああ、大丈夫です。携帯で洗います。お店は汚し。はい、グレちゃんです。今日はマルキカフェさんに行ってきました。おい、しかもサプライズでした。どこ行くか全然本当に、ま、いつも行くとき、ま、知ってるわけじゃないんだけど、うん、今日はあのいろんな買い物があったのでその中で、うん、急にちょっと寄り道するねって竹雄さんが言って、でこのマルミカフェさんに連れてきてくれました。ありがとうございます。美味しかった。美味しかった。うん、何屋さんかと、クレープ屋さんかな？クレープ、まあ、クレープがメインがクレープなのかな？その他にももちろんメニューはあるんだけれど、あの私たちはクレープを食べました。美味しかった。竹原さんがチョコバナナホイール。で私が白玉きなこあんこ。あとカフェラテを買って。クレープの生地で国産の小麦を使ってるそうです。あのお子さんにも安全に食べていただくようにっていうことで、クレープだけの、うん、クレープの生地だけ焼いたのを売ってくださってます。やっぱちっちゃい子はあのホイップクリームとかなんか他のものをまだ食べられない小さい子もいるから、すごい生地が香ばしくて美味しかった。美味しかったですね、うん、でクリームもすごく重くなくてペロッと食べられちゃう、ね、私食べたねあの白玉ねすごく美味しかった。なんだろうねもちもち加減といい、最初と最後にね楽しめるように上と下に乗ってて、あんこもねちょっと美味しかったな。で、あのなんだろう夢中になりすぎて食べたせいで今ここにこぼしてますここです。はっと思ったら白い T シャツにがっつりこぼしました、うん、食べるのに夢中になっちゃったの。美味しかったから、なんかねお店の方もすごい女性の方も素敵な方でね、なんか海が好きなのかな、うん、あのカウンターの海の感じとか、うん、上の空の感じとかお店の中なんかみんな可愛かった。なんか癒されるゆっくりしたくなっちゃうような感じのカウンターで、コンテナをうまく利用して中を内装されたそうなんだけれど、すごいね居心地のいい空間でした。その後ねあの小学生4年生の男の子と女の子とかも来ててね、なんか美味しそうに食べてたり、ね、お持ち帰りの方がたくさんいらっしゃって、まあ、頼んどいて取り行くのがいいのかな。一人であのお店をやってらっしゃるのでいっぺんにたくさんになると、まあ、順番で作っていくから、あと一応駐車場がお店自体にはないのであのちょっとお近くに停めて行かれるかといいかなと。あ、これあのお餅あまりにも美味しかったんでスモークピザを、甘いの食べてきたからスモークピザをですねお持ち帰りで作っていただきました。レタスブーケが入っててねすごくね香ばしくていい香りです。本当この生地香ばしくてすごく美味しいの、こだわってるのがすごくわかる。なんかね美味しかった。で夢中になって食べた結果これなのででもね素敵なお店でした。いいとこサプライズで連れてってくれてありがとうございます。小学生もお持ち帰りしようと思って、うんね、座ったら全部食べてた。なんか食べてた。やっぱ今日暑かったからね、うん、
お子様たちで可愛かった。通る時に通れなかろうと思って限界まで前に行ってくださってありがたい撮れましたよ。なんかすごくいいお店だったね。なんかカフェオレも美味しかったし居心地が良くて、ですごく国産とかでねクレープ作ってくださるし、お一人やってるからちょっと待ったりするかもしれないんですが、逆にゆっくりあそこで待たせていただけるので全然問題なく、ね、歩っていける距離だったら本当私しょっちゅう入り浸りそうだなと思った。すごくね優しい感じもする方で、感じがとっても良くて、まだオープンしたばかりだそうです。今月って言ってた、先月か、先月7月か、うん、あ、そうだ、もう7月だもんね。2週間ぐらいだった。いっぺんに忙しくなっちゃうと思うね。おっしゃってたけど、ね、いいものを提供したいから、それは急にねたくさんの方にねなっていただけるのはすごく嬉しいんだけれど、商売はでもそうするとどうしてもいいものを提供するためにはね時間がかかるものだから、作っといて出すわけじゃなく作りたてを出してくださるので、こうゆっくり出すのがいいかなと、それも楽しみの一つかなと思いました。気になった方ぜひ行ってみてください。すっごい気持ちいい感じで、うん、優しい気持ちになりながら美味しいものをいただきます。天井がそろう、カウンターが海で、海なかなか行けないけどなんか海にいるみたいな気持ちで、あれでもよくできてる、あれすごいよね、本物みたいよね。そうだよね、あそこ出身ね。あと四街道だ。ですのでぜひ行ってみてください。おすすめです。お客様の、あ、ごめん。T 様。T 様から前回ね、グランプラスさんに行った時に、うん、一番これがおすすめのチョコだったのに買いそびれてしまいまして、うん、人に流されて買えなかったチョコレート、うん、ペッカンナッツショコラキャラメル、これが一番一押しの美味しいチョコだそうで。チョコレートなんだこれ、うん、ナッツが入ってる、ペッカンナッツをいただきました。お土産でわざわざ買ってきてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。T 様はあれだよね、八幡のお店結構紹介してくれて、そう順番に今回ってます、はい、美味しいとこいっぱい教えてくださっていつもありがとうございます。八幡からありがとうございます。どうぞ、いつもありがとうございます。